拍手する人々拍手は、工業等において、感動を表現するため両手で叩くこと。京都大学霊長類研究所の松沢哲郎教授によれば、拍手が成立するためには、二つの条件が必要で、一つは、手が自由に使えること、もう一つは、手を叩くという行為に何らかの意味を持たせることができる、ことであり、この条件が揃うことで拍手が成立するという、その意味で、 霊長類も餌を要求するときなど相手の気を引く、目的で手を叩く。人間の場合の拍手は、さらに手を叩くことにより、称賛、賛意、歓迎、歓喜、歓撃、感謝といった感情を伝えることにある。江戸時代までの日本では、歓撃等で音を立てることを作法に反すると考えていた。国立民族学博物館の野村正一教授は、世界的に、 産業社会が確立していない地域では拍手の習慣が未発達であるとする。ミクロネシアやオセアニアの一部が該当するが拍手をする場面がないからに他ならない。拍手をするためには少数対多数、つまり大勢の人たちの前で少数の人たちが何かをするという状況が必要である。明治以前の日本には大勢の慣習が 少数の人に拍手で反応するといった習慣はなく、画学、脳、狂言、歌舞伎などの観客は拍手しなかった。明治になり、西洋人が音楽会や感劇の後、マナーとして拍手しているのに習い、拍手の習慣が広まったものと推測される。1906年に発表された夏目漱石の小説、ぼっちゃんには、教場へ出ると生徒は、 拍手を持って迎えたとの記述がある。手話では音を伝達手段として用いることができないため拍手で手を叩かない。両手を垂直に出し、手首を回して手の表裏を交互に見せる仕草で拍手を表現する。ありがとうございます。